いやいや皆さん、授業遅れてくるくせにみんなの休み時間削るタイプの教師です。本日はインスタで学生のみんなの悩みとか反応を募集させていただきました。だから今日の動画は、学生必見若者の悩みを解決していこうスペシャルでございます。てか僕ね、最近ちょっと気づいちゃったことがあって、女子はポニテール禁止みたいな校則あるじゃないですか。あれってなんか視聴者さんに聞く限りだと、男子がうなじを見て興奮しちゃうから禁止みたいな感じらしいんですよね。でもさ、ぶっちゃけ意味わかんなくないですかそれって。だって別に男子生徒を興奮させたっていいし、興奮したっていいや。本当にね、意味がわかんなかったから僕も一晩中考えました。そしたらね、一つの、まあ、答えなのかな、多分答えですね。たどり着きました。興奮させたらダメなのは男子生徒じゃなくて男性教師の方なんじゃねみたいな。だってさ、みんな普通に考えてみてよ。男子生徒が女子生徒に興奮して好きになっちゃって告白して付き合ったってなっても別に何の問題もないじゃないですか。でも、本当に問題があるんです。男性教師が女子生徒に興奮して、なんか恋心を抱いちゃうことじゃないですか。なんだろう、その世間体的には良くないじゃないですか、その未成年との恋って。だから学校側が防ぎたいのってそっち側じゃねみたいな。でもそう言っちゃったら、なんかね、気持ち悪いから、男子生徒のせいにしてんじゃねみたいな感じで思ったんですけど、どうですか？ってことでね、まあ挨拶代わりにポニテール問題を簡単に解決したところで、学生の悩みや本音、レッツゴー！好きな人とか付き合ってる人同士のクラスを離れさせるのなんで？先生の年もないと考えてみ、自分のクラスの生徒がさ、イチャイチャしてたらさ、ぶん殴りたくなるでしょ。それを防ぐための作戦ですね。っていうね、まあ冗談も言ってみたはいいものの、たまたまでしょ。5クラスだったら3年間のうち1回でも同じクラスになれたらそれだけで儲けもんなんですよ。だからもう多分たまたまだと思います。説教されるのぶっちゃけ快楽。ド M か、セカオワか、変態野郎だな。好きな人が来るか来ないかで1日のテンションが変わる。え、これさ、マジでそうだよね。好きな人と同じクラスだったらそれだけでもめちゃくちゃ学校行くのって毎日楽しいじゃないですか。でもさ、たまに好きな人が風邪ひいちゃったりとかで休んじゃう時ってあるじゃないですか。その時ってマジでもうさ、テンションダダ下がりですよね。もうテンションがダダ下がり、共感することしかできません。カラオケ行くな、制服で寄り道をするな、 JK の楽しみを奪うな。本当にそういう校則腹立つよね。俺はその学校の校則を変えることはできないんだけど、これだけは覚えといてほしい。世界中の全員が JK の敵だったとしても、俺だけはずっと JK の味方。眉毛太いのがコンプレックスだから眉毛くらいいじらせろ。なんで眉毛っていじったらダメなんでしょうね。さすがにさ、全剃りしてたり、なんか変な形を入れたりしてたら、そいつらには注意すればいいや。てかさ、この前テレビでなんか眉毛は顔のパーツの中でめちゃくちゃ大事なところって言ってました。俺もね、眉毛サロンとかちょっと行ってみたいな、みたいな。ってことで今度注意されたらこう言ってあげましょう。眉毛を整えるのは社会人のマナーです。映画の授業中シックスって単語にいちいち反応すんな。あいつら本当に年ですね。シックス、なんて言うと、シックスみたいな。本当にクソガキ。お弁当の時マスク外すの気まずい。いろんな意味で気まずいですよね。なんか食べる時に外すのもそもそもなんかちょっと飛沫とかもあるし、でも多分一番は口元をね、なんか顔全部出すのがちょっと気まずいみたいな。だから顔全部を出すのが気まずいって人はもうマスクこうしてるじゃないですか。で食べる時は こっちを隠すんですよ。こっちを隠す、こっちをマスクして隠す。で食べたらこうする。これの繰り返し。それで完璧。性欲がやばくなる。君と同じ学校に通いたかった。したいわけじゃないのに夜更かしして授業中クソ眠い。まあよく覚えておいてほしいんですけど、夜更かしをしてしまっても夜更かしをしなくても授業中は眠くなります。彼氏ができない。シュートさんでもいいから彼氏欲しい。でもいいって俺は妥協案か。ポニーテールは男子が興奮するからダメなのに、なんで水泳の授業はいいんですか？だってさ、よく考えてみ、いきなりプールとか海水浴に行ってさ、キュッキュの水着を着たお姉さんとかがたくさんいるわけですよ。初っ端からそんなとこに行ったらさ、もう興奮してもとんでもないことになっちゃうじゃないですか。だから水泳の授業をしながらちょっとずつ慣らしていこうぜみたいな感じですよ。命に関わるからです。なんでスカート膝下でなきゃダメなの？夏暑いんだよ。夏暑いからスカート短くしたいっていう理由はちょっとあんまよろしくないね。だってそれが理由だったら冬は長くしないといけなくなるよ。だから普通に足を見せたいからとかそういう理由じゃないと僕は真剣に考える意欲が湧きません。好きな人に既読無視されてます。どうすればいいですか？死にたいです。もうね、死ぬくらいだったら返事まだみたいな感じで最速の LINE をどんどん送った方がいいと思います。先生の頭のてっぺんハゲてる率が高くてちょっと眩しいですね。あいつらは本当にね、もうセルフ太陽菌ですからね。この世界に光がある限りあいつらの頭は反射し続けるんですよ。だから唯一の対策としてはもう光を奪うこと。の電気を全部消しましょう。 LINE で縦読み告白されたけど気づかなくて気まずかった。あの子ごめんね、ちょっとそれに関しては気まずいねって感じで一旦終わらせますね。でね、縦読みの文章についてなんですけど、あれ何が面白いの？コメント欄とかでもたまにあるじゃないですか、縦読みみたいなやつがね。それを告白で使ってくるのなんか痛くね。普通に好きな男子と同じクラスだけど男子同士で集まっちゃってるから話せない。いや分かる分かる、常にねもう集まってますからね。どっかで休み時間も誰かといるでしょ。トイレ行く時も誰かと一緒に行くでしょ。ご飯食べる時も誰かと一緒にいるでしょ。一人になるチャンスって言ったらもう何かしらの奇跡がね重なり合わないとないんですよ。だからそんな奇跡を待つぐらいだったら多少勇気を出して強引に行った方がいいんですよ。とりまLINEたくさん話してなんか寝落ち通話とかもしちゃって、でプライベートで二人一緒に遊ばって誘えばもうそれで一コロですよ。先輩に DM 送るのがキモいのか否か未だにわからない。キモいのか否か未だにわからない。早口言葉みたいだね。自転車通学許されなくて徒歩で40分かけて登校。もうこれはねもう学校クソ野郎って言ってあげることしかできないんですけど、ちょっとねポジティブに考えていきましょう。僕ね出身が長崎なんですよ。で長崎ってめちゃくちゃね坂道とかが多いから自転車全然使えないんですよ。むしろ自転車使った方が疲れるみたいな感じだから、僕のいとことか特に学校が遠くて1時間以上かけて毎回学校にね通ってたんですよ。だからもう毎日足腰が自動で鍛えられるから、もうめちゃくちゃ持久走が早かったですね。彼氏ができない、明日休む。別に休むのは全然いいと思うんですけど、行った方が彼氏できるんじゃない？彼氏が一目惚れしやすいんだけどどうしたらいい？両目を潰しましょう。先生が浮気してるの実は知ってる。弱みを握ってるんだったらそれを活用しないと言わない。もう成績全部5にしてもらいましょう。先生うざいから塩酸かけたい。あ、すいません、警察ですか？事件です。
っぱさ、学生の悩みってな、全年代が一度はね、経験したようなことがあったりするから、いいですよね、青春をな感じで。なんか僕最近悩みとか聞かれても、その人間関係系の悩みがあんまなくて、こんなんでいいのか青春できてないぞ、みたいな感じなんですけど、みんなの悩みを聞くことで、なんか自分もちょっと悩んだ感じになって、中和されてるんですけど、そういうことなんで、これからも僕の代わりにね、たくさん悩んでください。では、また次の動画で会いしましょう。バイバイ。